カラオケガイド。そこら辺の雰囲気が歌えてればあと大体 OK か。そうしよう。これになりきってもらって。これって言うな。すごい勉強になりました。企画の趣旨聞いてました。行こうぜダムチャンネル。本日のゲストはアッシュダヒーローさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ロック、パンク、ヒップホップをルーツとして変幻自在なスタイルで表現する新時代のミクスチャーロックバンドの皆さんです。アッシュダヒーローさんはラルカンシエルのハイドさんと仲がいいという。あ、そうですね、同じ事務所ですね、はい、そうなんですね。すごく優しい先輩っすよね、うん、僕らメンバーみんなと一緒にそのお酒の席だったりご飯だったりとか連れてっていただいたりとか、そうですね、お酒の席でみんなで何を語らうというか、ほんとスーパースターじゃないですか。そうです。なんですけど僕らと目線を合わせてくださるというか、すごいなんか優しいというか、いい意味でだからなんかたわいもない話したよねってなるぐらい普通の話を多分させてもらってるっすね。フランクな、すごいフランクな先輩です。はい、めちゃき先輩だ、はい、愚痴聞いてくださったりとか。あ、そうですね、すごい受け止めてくれる感じです。そうなんですね。さあ、ではここからはですね、アッシュダヒーローさんのカラオケ事情をお伺いしていきたいと思うんですけれども、カラオケはメンバー同士で行くことはありますか？ここ3人が割と、ベロンベロンの深夜2時ぐらいのこんな状態で行ったりします。ダルシムは結構本気で歌う。深夜にエンジンがかかって、そう、1曲目からマジですよ。3人しかいないのに女の人を落とす歌やんっていうのを歌ってきたりです。結構バラードとか。バラードですね。あ、バラード。で、一発目は大体そうっすね。珍しいタイプです。一発目はバラードっすねっていうのはなかなか珍しい。すごいしんみりしたピアノ流れてくるんですよ。5人で行かれたことはあんまりないですか？5人だとないんですけど、ただ僕ら去年のツアーで打ち上げの会場にそこにカラオケがあって、そこでちょっと歌ったかなみたいな、ワニさん1曲目歌ってたなみたいな、記憶が九州あった。あーっと、千の風になった。そうだ、千そう、ライブの打ち上げの1曲目で私のみたいな歌ってた。どうしたどうしたみたいな。オープニングの選曲ちょっと癖ありますね皆さん。ちなみに今までのカラオケで一番豪華だった思い出って何かありますか？はい、これ僕なんですけど、先ほどお話に上がった事務所の先輩のハイドさんとお仕事を一緒にさせていただいた時に、その打ち上げで一緒にカラオケをさせてもらう機会があって、めちゃめちゃ緊張したんですけど、まさかのアッシュ一緒に歌おうよって曲入れてくれて、うわ一緒に歌うんだこれやばいなみたいな、うわ誰かにちょっと写真撮ってほしいぐらいに思ったんですけど、入った曲名が1曲目のにさよならって、小田和正さんのさよならで、ここでお別れですかと思って意味含めないでしょ。小田和正さんのさよならをなんか2人で大熱唱したっていうのがあって、交互かそれとも一緒にかどっちなんですか？僕どっちだろうなって探り入れたら、お互い様子見てってなったよくある。あ、どうぞで途中からこういう感じで歌ってましたけど、うわーと思いながら歌ってました。こう豪華なカラオケでしたね。それでは今回の企画発表お願いします。アッシュダヒーローのカラオケガイド。さあ、人気曲ジャッジメントのカラオケで歌う時のポイントをレクチャーしていただく企画です。ボーカルであるアッシュさん以外のメンバーからポイントを発表し、アッシュさんに詳細なアドバイスをもらっていきたいと思います。お、はい、ということでまずはアッシュさん以外のメンバーの皆様、フリップにお書きください。はい、歌う時のポイント、はい、まあこういうところに気をつけてアシさん歌ってるんじゃないかなとか。あ、なるほどなるほど、はい、ダルシムさんも書き終わりましたね。終わってる、すごい早い早い、思いついた方は早かったですね。はい、何を間違えたらそんなシャシャシャで消すんですか？さあ、ではよろしいでしょうか。それでは皆さん一斉に発表していただきましょう。せーの、はい、
さあ、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 まずは、佐藤さんがちょっと佐藤さんが滑舌と全力のヘイ、はい、ちょうどサビの折り返しにこう奈落の底から這い上がれっていうところの間にヘイっていうのがあるんですよ。そこのにも命をかけてほしい。メインのメロディーはあの、ね、歌ってる人がいて、はい、他の人でこう一緒にそこをサポートするというか一緒に、まあ、盛り上げるじゃないけどってことですね。ライブさながらに、はいはい、そういう意味ではえいよとかも同じですかね。あ、これちょっと違うかもしれない。違う、どういう意味で、はい、芦田ヒーローの曲ってラップが多いんですよ、はい、ラップとか、うん、でそれで、まあ、よくラッパーの方がやってるえいとかよとか、だからそこら辺の雰囲気が、歌えてればあと大体 OK か。そう雑だな。そして鳴風さんはなりきる、はい、多分よく芦田ヒーローの曲難しいって言われます。だから別にうまく歌う必要はなくて自分はアッシュだと思い込んで気持ちよく歌うのがカラオケのいいとこかなと、もうこれになりきってもらってこれって言うの。そしてナルチムさん、すごい勉強になりました。いやありがとうございます、教えていただいて。企画の趣旨聞いてました。アシさん、皆さんの回答をご覧になってどうですか。いやでも結構特徴的な部分をみんな割と捉えてくれてるというか、うん、なるくんのそのなりきるとかも確かに僕もカラオケ行って例えば他のアーティストさんとか歌うときやっぱなりきるもんなみたいな思うんで、それカラオケ一番大事かもしれないですよね、うん、ご自身の歌のときですかね。アッシュがアッシュをなりきるって、うん、これ元って何なんだっていう。確かに。では最後にですね、アッシュさんが思うポイントが何か聞いてみましょう、はいはい、ちょっとじゃあ結構ガチレスしていいですか。はい、お願いします。ぜひぜひ。みんなカラオケ行くときにね、これどの曲もでも特にジャッジメントなんですけど万能なポイントってことなんですね。そうですね、いただきました。じゃあ出しちゃっていいですか。はい、では発表お願いします。はい、ガチレスするとリズムを意識することが超大事かなと思います。ちょっとリズムが独特な曲なので歌うときにこう平坦にならないように、はい、ちょっと跳ねた感じ、それこそ、テレビアニメブルーロックの主題歌をやらせていただいた曲でもあるので、こうサッカーでこう選手がドリブルして敵を抜いていくようなイメージでこうちょっと跳ねながらホップしながら歌うとめっちゃいい感じになるじゃないかと。音程とかにね目が行きがちですけど、ちょっとビートを感じるっていうことですね。そうですね。どうですか、できそうですか。全然わかんないですね。ちょっとやっぱこう活字とかこう口で言われてももうイメージがつかないんですよね。そうですよね、正直なところね。実際見てみないとすごい悲しそうな顔してる。もう歌ってもらえませんか。すごい流れで無茶振りきたけど歌っていただけませんか。全然大丈夫ですよ。いいですか。そんなつもりじゃなかったんすか。そんな悲しい顔されたらもうありがとうございます。ありがとうございます。それでは歌っていただきましょう。アッシュダヒーローさんでジャッジメントです。どうぞ。おっしゃ、じゃあリズム意識でね。おい、選べジャッジメント、選べジャッジメント。行き先をくじきれるわずかなポシビリティ Hey come on pull that trigger oh yeah 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 feel so cool yeah 放ち出して奪いませんなぎ倒せ絶望なんて噛み殺したエコイズムアップデート鳴らせ学生のファンファーリー I should face the truth from my way yo if you drag me down I'll be taking here I should face the truth from my way yo行こうぜダムチャンネル Retro Love me judgment judgment Take me away もうくだらないその上めくしらしてもこの世は二つ一つ奈落の底から這い上がれ Judgment judgment Get it away もうつまんないのせら乗り換えていこうこの世は二つ一つ奈落の底では役立たないプライド自分を
ラシサスラッコラシャッ最後に笑いたいのはラブジャッジメント Yeah! すごい yeah! ありがとうございました。めちゃくちゃ感動した。あ、意外と正解になりきるかもしれません。そう、なりきるそうかもしれないですね。ほんまにアッシュがアッシュしてたわ。はい、シャッシュしてた。本物だと思いましたもん。偽物やと思われたんですか。さすがやわ。ゲストの最新情報をお届け、ミュージックニュース。 WA サイドシングルビーストモードオクターブは劇場版ブルーロックエピソードナギの劇中歌に、を担当させていただいた2曲なんですけれども、ね、非常にこの、ね、映画の各シーンでですね、うん、重要なポイントを華々しく飾る楽曲2曲になったかなと思います。ぜひたくさん聴いて、ライブに足を運んでください。あ、もう無理って言ってんだったら俺がそのスーパースターの座奪っちゃうで大丈夫。カラオケダムでは新曲ビーストモードについて解説、うん、奪われないようにって言うダムチャンネルではここでしか聞けないトークが盛りだくさん。グッドボタン、チャンネル登録もお願いします。